どうしようね。学校って来たし、まあちょっと違う、ブラブラしましょうか。箱根駅にバス走ってるんだ。幕式のやつ、ほんと久しぶりに見ますね。見えへんだ。凝ってるのかな？全部 LED になってますよね。ですね。しまった、永吉の方から抜ければさ、抜けたところに温泉があってさ、そのまま温泉でゆっくりしてさ、っていうプランがあったじゃん。なんで俺はそれを忘れて、あ、倉掛峠、あれ、いいじゃんって言っちまったんだろうね。ああ。そうだ、あっちゃった温泉やったよ。まあいいけど、ああ、欲しい。本当、年取ると明るいくらいの、この、入れ替わりに目がついてなくなってきますね。怖いですね。40超えるともう老眼ですよ。ほほほほほ。あららら。これ来たんこれ。また、これの方に行けるのか。ひっこにゃんにゃん。ひっこにゃんにゃん。これで、タガですね。タガサイは、今日は、駐車場は有料っぽいですよね。謎閉まりますよ。
彦根に出るか、八郷に出るか。あ、せっかくだから一回、あっち出るか。そこに行くって言ってあるな。琵琶湖大橋。有料道路完全走破シリーズっていう、サブチャン用にやってるわけでもない。ふと行きたくなったところをドライブしてるね、あれですけど。か。そういや、一般有料道路って三重県はそういや少ないですね。パールロードぐらいですもんね。愛知県は結構いろいろあるんですよね、有料道路が。まだ私も走ったことないところはいろいろあるんで。行ってみたいですけどね。眩しい。おう、眩しいな。眩しいな。横は？東海道線かな？この辺りやだ。近江鉄道にしちゃう。インタセンガッチリしてますからね。ああ。でもそういや俺、先週推しが来てるんだかな。思わぬあれで、薬の博物館ってところに行ってきましたね。さあ、彦根に入りましたよっと。出た、スクリーン。スクリーン駅っていう駅があるので有名なスクリーン。ね。これ、これはね、ブリヂストンアパート前。ブリヂストンも彦根といえばね、ブリヂストンがありますもんね。そこブリですか。で、ブリヂストンの、これが、第一構成会館とかになってますね。よく、この、右手の方が、彦根工場ですね。ブリヂストンこういうたつローソン。なんか色が濃いね。
さあ、気温は24度です。私はもう半袖でヒーヒーですよ。暗い。高宮城大きた。めっちゃ積んどんな。なんか、バカみたいに積んでんな。美濃屋精肉って聞いたことあるな。あ、高宮駅の近くなのかな、これ、多分。え、やべえぐらい。全く進まなくね。そんなに混むんですかっていうぐらい混んでるところにさらに、トロメントばかりに入ってくね。マジっすか。ちょっと空いてきた。よし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 よ
飛んでますなぁ。スタバ屋か。スタバ屋寄ってこう。こっちの地場スーパーですね。どうしても滋賀というと平和堂がね、強いんで、他のスーパーがね、あまり、本当にシェアが少ないんですけど、そんな中、こう頑張ってるところですよね。よし。我は、スタバ屋に寄って、弁当でも買おうか。どん兵衛も買おう。もう西のどん兵衛ですからね。